body shot, then a left hook as well. Buckley is stung into trying to retaliate. 300戦256敗。そう、これがこの男の戦績である。その名はピーター・バックリー。ボクシング界で史上最弱は誰かと議論になった時、彼の名前が上がらないことはないが、同時にボクシング史に伝説を残している。なぜならロッキーやモハメド・アリなど最強の称号でスクリーンを飾ったボクサーはいるが、ピーターはその最弱部位が映画化された。負け犬の美学。その敗北率驚異の 85%。 リングに上がれば8割以上の確率で負ける男。そんな彼、1969年イギリス生まれ。最初のデビューは1989年、20歳の時。同じくイギリス生まれのアラン・ボルドウィン。結果は引き分け。そこからなんと19年にわたるキャリアで300試合をこなす。この数字がどれだけすごいかというと、一般的にボクシングは年間で5試合もすれば十分。つまり19年なら95試合。しかしピーター・バックリーは1年で15試合。1ヶ月に1回以上のペース。絶対に体の回復が追いついていない。なのにそれだけのペースで試合をこなすには、いくつか秘密がある。それはピーターが得意とするガード、クロスガード。これは前から来る攻撃にはとことん強いが、横からの攻撃には弱くなるガード。主に前からの突進力がある強打者対策に使用する。このクロスガードをうまく使いこなした伝説のボクサーがいる。その名はジョージ・フォアマン。世界チャンプになった後すぐさま引退。そこから10年もの歳月が過ぎてからボクシングにカムバック。そしてなんと45歳で再び世界チャンピオンになった。彼は現在神に仕える牧師である。まさにオーマイゴッド。フォアマンのクロスガードを参考にしたピーターは5年間負け続け、88連敗という記録を持っている。これだけ負けたら引退がよぎるが、ボクシングでは期待のボクサーに勝ち運や自信をつけさせるためにあてがわれる選手もいる。悪く言えばサンドバッグにされるんだ。ピーターはそんな一人だった。多くの選手はそんな役割に回ることを嫌うが、ピーターは違った。俺はボクシングが大好きなんだ、リングに立てることが幸せなんだと語る。ピーターのボクシング愛こそがどれだけ負けてもリングに向かわせるのだ。この姿にボクシングファンはもちろん、あらゆる世界チャンピオンからもリスペクトされていた。その結果ピーターはキャリアの成績に比例していない偉大なチャンピオンたちとも対戦している。デビュー以来29連勝、ブラジルボンバーの愛称で親しまれ、元2階級チャンピオンのアセリノ・フレイタス。天才的かつ変態的なファイトスタイルでボクシングを盛り上げ、国際ボクシングに名誉殿堂入りしたチャンピオン、ナジーム・ハメド。その他大勢。2008年10月31日、300試合目のラストを勝利で飾り、リングを去った。ボクシング界への素晴らしい貢献が認められ、小さなトロフィーと特別なベルトを受け取ったピーター。記録だけを見ればピーター・バックリーは最弱だが、ボクシング界への貢献、何よりボクシングに対するハートは最強だったと思います。あなたの意見をコメント欄で教えてください。実はピーターの記録は2021年現在第2位。上には上がいる。373戦276敗の記録を持つレジー・ストリックランド。ボクシング史における最大の敗者。彼は1968年生まれのアメリカ人。プロとしてのキャリアは1987年の19歳でスタート。ピーターより2年早い。そこから引退までの18年でこれだけの試合数、年間20試合。ありえない。確実にレジーはパンチドランカーだろう。
実際レジーはお金を稼ぐためにとにかくリングに上がった。州をまたいでまで。さらにレジーラグリン、レジーブースと名を変えて試合に出ることもあった。ボクシング規定では試合スケジュールは定められているので一定数以上は出れない。しかしレジーはその網をかいくぐるため名を変え場所を変え、それでも倒され続けたのだ。多い時は1週間に5試合もしたそうだ。月曜から金曜まで週5日、サラリーマンと変わらない。レジーストリックランドはなぜそこまでして試合に出る必要があったのか。彼は3度の結婚をして10人もの子供がいたのだ。そう、ミルク代だ。しかしボクシングを始める前は飛び職人、トラック運転手、レストランの料理人、靴のセールスマンなどあらゆる職業に就いた。だがボクシングが一番稼げることに気がついたと語っている。レジーは対戦相手から完全に舐められている。あいつはトマト缶だと。このトマト缶とはボクシングや格闘技用語で、非常に弱い選手をバカにするために使われる。殴れば血が出る。このトマト缶から着想を得て作られたボクシング映画がある。そう、ロッキーだ。主人公のロッキー・バルボアが14ラウンドまで相手に殴られ続けて、どこからどう見ても圧倒的劣勢のままラスト15ラウンドで大逆転するというお約束試合の映画。しかし名作中の名作、眉間の方はおすすめです。レジーは最弱の遺伝子を持って生まれただろう。なぜなら弟のジェリー・ストリックランドは136戦122敗、いとこのレジー・ストリックランドは14戦全敗。親族揃ってボクサーで負けすぎている。しかしレジーは276敗もしているが、なんとノックアウトされたのはたったの25回しかない。一般的にノックアウトされると脳や体に大きな損傷が出るので試合間隔を空けないといけない。レジーは抜群のタフさで体に大きなダメージを負わなかった。だからこれだけの試合をこなせたのだろう。その部分はレジーの凄さ。彼は現在地元で小さなジムを経営して未来のチャンピオンを育てている。レジーは記録だけを見ればボクシング史において最弱だが、記憶に残る選手なのは間違いない。ここまでは最弱の記録を持つ男たちだったが、最弱の記憶に残るボクサーが日本にいる。亀田三兄弟の次男にして亀田の親父、四郎と長男浩輝に亀田家最強と言われた亀田大輝。そして彼は世界チャンピオン。それなのになぜ最弱なのか。それはこの試合に結集している。1ポイント連打ですね。カメラはまた内藤を持ち上げてしまった。また減点です。残り10秒の今表紙がなりました。ここで最終第10ラウンド終了。当時内藤大輔は32歳と遅咲きで世界チャンピオンになった。対する大輝は史上最年少の15歳3ヶ月で実業団優勝。その後プロデビューから10連勝と破竹の勢いで亀田兄弟最強の時系は世界チャンピオンまであと一歩だった。しかし試合内容はご覧の通り、ボクシングのルールから逸脱した行為で大輝は1年間の出場停止を言い渡されている。やはりボクシングは喧嘩ではなくスポーツだ。ルールがあってその中で勝者を決める。その視点で大輝のファイトスタイルは最弱と言えなくもない。だが理由はそれだけではない。大輝は1年の謹慎を得て復帰後世界チャンピオンになった。その時の対戦相手電化汚染、年齢的にもパフォーマンスもかなり落ち目になっていた。そう、完全に衰え切っている王者だったのだ。亀田一家はそれを知ってか知らずか、そんな電化汚染に目をつけたと思われる。その後も当て馬のような選手ばかりを相手にして
チャンピオンとしての座を防衛し続けた。そして最弱の決定打がある。2013年12月3日 WBA 世界スーパーフライ級王者のリボリオ・ソリスとの王座統一をかけて試合を行う予定だったが、ソリスが体重超過で WBA 王者を剥奪されたため、 IBF 王座と空位の WBA 王座をかけた一戦として試合が行われ、ソリスが勝てば WBA 王座、IBF 王座がともに空位となり、カメラが勝てば WBA 王座、IBF 王座が統一されるという条件下で試合は行われるはずだった。試合結果は大輝の判定負け。しかし大輝は IBF 王者をそのまま維持。さらに WBA 王者は空白のままと非常に不可解なことが起きた。この事態に日本ボクシング連盟はもちろん、世間もボクシングファンも憤り大混乱になった。後にこの事件は負けても王座保持問題としてウィキペディアまで立っている。以上が亀田大輝が最弱と言われるゆえんである。だが亀田兄弟はその人気と注目で2000年代の日本のボクシングを盛り上げ、いい意味でも悪い意味でもボクシングに貢献したのは間違いない。私は亀田兄弟はあまり好きじゃないんですけど、最高ファイトクラブは見てたよって方はいいねで教えてください。次はちょっとこちらを見てください。そう、ハルクです。ハルクって大男って意味なんですよ。日本のボクサーにもハルクの異名を持ったボクサーがいた。竹原慎二じゃないですよ。大男なのにスーパーバンタム級。その体重53から55キロ、身長170センチの佐藤治だ。私はなぜ彼がハルクの異名を持つのかわからない。これはボクシング界の七不思議の一つに入れてください。知ってる方いたらコメント欄でぜひ教えてください。1976年生まれの佐藤は高校でアマチュアボクシングを始め、近畿高校フライ級王座、その後競泳ジムに入門、破竹の勢いで連勝し、25歳で東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン、そして26歳で WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオンになり、その戦績は33戦27勝16 KO と十分な数字。それなのになぜ170センチのハルクは最弱と言われるのか。それは彼の、いやジムのマッチメイクだ。2002年5月18日 WBA スーパーバンタムチャンプをかけた一戦。この試合、相手の新ワンチャーは少し距離を取り、接近戦に持ち込まないファイトスタイルが理想とされていた。しかし、佐藤のことを下に見ていたのか、かなりザルなディフェンス。さらには、佐藤のストロングポイントである接近戦に持ち込むという謎の試合ぶりを披露した。完全に佐藤を舐めてのことだろう。それがあだとなり、ボディーブローで沈んだのだ。これで佐藤は世界チャンピオンになったが、佐藤の対戦相手は階級が下の格下か落ち目の元チャンプばかりだった。王者になる実力というよりはボクシングのチャンピオン制度を利用して細くにチャンピオンとして居座り続けた。その点では亀田と同じ匂いがすると思います。まとめると、史上最弱のボクサーはこれ。日本の選手は私の主観とネットの声です。ただどの選手もボクシング界への貢献度は非常に高く、人気があった選手ばかりです。この選手の方が最弱だぞって教えてくれる方はコメント欄でお願いします。そしてこの動画なかなかいい右ストレートだったよって方はチャンネル登録お願いします。少し気が甘いぞ、もっと強烈なボディーブローにしろって方はいいねボタンで教えてください。それでは次のリングでお会いしましょう。さよなら。